ヒソップ、スマック、ゴマ、塩を混ぜたザータル。日本で売られているザータルのビンハルのオリガヌムシリアカムザータルあるいはザータルは、オレガノ、バジルタイム、タイム、セイボリーなど、種類が近い中東のハーブ品種を総称的に呼ぶ言葉である。ザータルという名称は、オリガヌムシリアカムを指すときに最もよく使われ、これは、聖書研究においては、 棚葉のヒソップを刺すものだと考えられている。また、乾燥させたヒソップの葉に、ごま、乾燥させたスマック、塩その他のスパイスを混ぜて作る、調味料も、ザータルと呼ばれる。レバント料理で主に使われるものであるが、ザータルは、ハーブも、ミックススパイスも中東一帯で人気があり、パレスチナ、ヨルダン、シリア、レバノン、イラク、エジプト、サウジアラビア、モロッコ、 リビア、アルジェリア、アルメニア、トルコ、チュニジア、イスラエルなどで使われている。エルサレムに生えているザータルの低木ミックススパイスとしてのザータルを指す決定的な最古の記録となるような歴史的文書は残っていないが、イエール大学バビロニアイコレクションにある文書にはミックススパイスに関する曖昧な言及が見受けられる。アッカド語の単語でサスアと読めるものがあり、これは スパイスとなる植物を指しているのかもしれないと考えられており、シリア語のセイタやアラビア語のザータあるいはサタールと関連するかもしれず、また、ラテン語のサツレイヤの語源である可能性もある。ザータルという言葉は様々なハーブを指すのに用いられることがある。サツレイヤは、セイボリーの一種であるサツレジャサインブラの俗称で、この植物は地域により、ペルシアのザータル、 ローマのザータル、ヨーロッパのザータルなどと呼ばれることがある。現代ヘブライ語ではザータルがアラビア語からの借用語として使われている。サイマスキャピタタスはレバントや地中海中東地域の丘陵部一帯に自生するタイムの一種である。タイムはパレスチナと強力に結びついている植物であり、スパイスミックスのザータルはパレスチナではよく食べられている。 サインブラス・プコタは、ギリシャやイスラエルあたりを原産地とする植物で、北、アメリカでもシリア系、パレスチナ系、レバノン系などの移民がザータルを作るため1940年代から育てている。野生のザータルと呼ばれる植物として、オリガヌム・ビルガーがあり、他にも、ヨーロッパオレガの・オレガノ、オレガノ、ポット・マジョラム、ワイルド・マジョラム、ウィンター・マジョラム、ウィンター・スウィートなどの通称がある。 この植物は、レバノン、シリア、ヨルダン、イスラエル、パレスチナでは、大変ありふれたもので、地元の人々は、地域特有のミックススパイスを作るために使っている。このほか、アラビア語で、ザータルと呼ばれることのあるハーブのラテン語学名としては、オリガヌムシリアカムやオリガヌムマジョラナなどがある。オレガノモマジョラムもシソカに属する近煙の地中海植物であり、あまり区別なく使われる。 スマックベリーを含む赤いザータル加工を加えた調味料としてのザータルは通常乾燥させて細かくしたタイム、オレガノ、マジョラムのいずれかを混ぜそれに焼いたごま、塩を加えるものでありスマックなど他のスパイスを加えることもある市販されているものについては炙った小麦粉を使っていることもある伝統的には肥沃な三日月地帯イラク アラビア半島一帯の主婦は独自の自家製ザータルを作っていたが北アフリカではザータルはあまり知られていなかった。モロッコではザータルミックスの消費は時としてアンダルシア系の家庭の特徴だとされることがある。スパイスミックスのレシピはしばしば秘密にされており娘などの親戚にすら教えないことがあった。こうした習慣が一般的に広まっていたため中東や 北アフリカの料理について記録をしている西洋人は使われている様々なスパイスの名前を特定するのが難しい一因としてこの秘密主義を挙げている。セイボリー、クミン、コリアンダー、フェンネルシードなどを使うこともある。パレスチナ特有のレシピの一つではキャラウェイシードを加えることがあり、レバノンではスマックベリーを加えて特徴的な暗い赤色にすることがある。 バハラットなどアラブ世界でよく使われている他のミックススパイス同様、ザータルは非常に抗酸化作用が強い。確実に古代の名称がわかっているわけではないが、植物としてのザータルが古代エジプトで知られ、使用されていた証拠はある。現在、調味料としてのザータルを作る時に使う種の一つであるサインブラスプコタの痕跡がトゥトアンクアメンの墓所で見つかっており、 ペダニウスディオスコリデスによると、この書は古代エジプト人の間で、セムとして知られていた。ダイプリニウスは、紀元一世紀にパルティア王が使っていた、リゲール・アンゲンティムの材料のハーブを、マロンと呼んでいる。これは、英語では、一般的にマアムだと解釈されており、オックスフォード英語大辞典によると、サイマス・マスティーシナカ・トゥークリアム・マアムだと考えられるが、 アンドルー・ダルビーはこれを、オリガヌム・シリアカムだと考え、ザータルと訳している。ユダヤの伝統では、サーディア・ベニ・ヨセフ、アブラハム・イブン・エズラ、マイモニです、オバディア、ベン・アブラハムは、タナハで研究されている、エゾブは、アラビア語の、ザータルだとしていた。エゾブあるいはザータルは、特に、民数記に出てくる赤い目牛の灰を使って行う、ものや、民数記や、レビキに出てくる。 体の汚れの処置など、清めの儀式と結びつけられている。デイエジプト期によると、イスラエルの子らが虐待を逃れて、エジプトを去る前、家の扉の側柱に、杉越の生にの血を塗るため、エソブ、ザータルの茎の塊を用いたと言われている。ダビデ王は、紙篇でこのハーブの清めの力に触れている。エゾブあるいはザータルは、同時のユダヤの食材として、 紀元に世紀のミシュナに登場する。12世紀にスペイン、モロッコ、エジプトに住んだことのあるラビで医者でもあったマイモニリスは、当時の料理で確認されているザータルの使い方を書き残しており、トーラーに書かれているエゾブは今、家を持っている人たちが食べたりシチューの調味に使ったりしているエゾブのことであると記載している。他のスパイスソルトと同様ザータルは、 中世から現在までアラブ料理の定番である。ザータルはパレスチナ人にとって歴史的に重要なものであり、ザータルがあることをパレスチナの家庭の印と考えているものもいるほどである。パレスチナ難民にとってザータルのような植物や食物は地、村、出身地域を象徴するものとなっている。ザータルは昔からアラブ系のパン屋で主に使われていたが、今では イスラエル料理でもよく使われるハーブである。イスラエルの企業の中にはザータルをヒソップあるいはホーリーヒソップとして市販しているところもある。ヒセパスオフィシナリスはイスラエルに自生しないがオリガヌムビルガーは非常にありふれた植物である。収穫の質疑によりザータルがイスラエルで絶滅の危機に瀕していることが分かったため、1977年にイスラエルの法により ザータルは絶滅危惧種として保護されることになった。違反者には罰金が科せられる。イスラエルのアラブ系住民は伝統的に野生のハーブを積んで使っていたが、この法を、ほとんど半アラブ主義的だと述べている。野生のザータルを積むことに対する禁令はヨルダン川西岸地区でも施行されている。2006年には積んだザータルがイスラエル国防軍により、 チェックポイントで没収された。ザータルが乗った。マナキーシュ伝統的には、ザータルは、日干しにし、塩、ごま、スマックなどと混ぜる。ピタと一緒に食べることが多く、まずピタをオリーブオイルに浸し、それからザータルをつける。乾燥させたザータルをオリーブオイルで湿らせ、パン生地の上に塗って、パンとして焼くと、マナキーシュビザータルと呼ばれる、ピザのような形のパンになる。 中東のパン屋や屋台は柔らかいごまパンである、カークにザータルのディップやフィリングを添えて売っている。ザータルは肉や野菜の味付けに使ったり、フムスにまぶしたりすることもある。ヨルダン、パレスチナ、イスラエル、シリア、レバノンその他のアラブ地域ではラブネ、パン、オリーブオイルと一緒に朝食に食べることもある。レバノン料理ではラブネに塩を振って干したボール状のチーズである。 シャンクリッシュが食べられているが、これの外側にコーティングとしてザータルをまぶすことがある。スパイスミックスではなく、生のハーブとしてのザータルも様々な料理に使われる。アラブ地域でよく食べられているペーストリーのブレックには様々な材料を詰めるがザータルを入れることもある。生のザータルの葉をサラダに使うこともある。オマーンの伝統的な飲料で沸かした湯にザータルを浸して、 ハーブティにすることがある。古来、中東の人々は、ザータルは、体に入った、寄生虫の減少、根絶に使えると考えていた。レバントでは、ザータルを取ると心が機敏に、体は強くなると信じられていた。このため、子供は、試験を受けたり、学校に行ったりする前には、朝食にザータルを挟んだパンを食べるのが良いとされていた。しかしながら、これは、 レバノン内戦の際、食料の供給は減ったがザータルはたくさんあったので、ザータルの摂取を奨励するために出っち上げられた、話がとも信じられている。医者だったマイモニデスは、健康を促進するとして、ザータルを処方していた。ありがとうございます。